ああ、絶対落とせねえせいで落としちまった。俺の野望は全て打ち砕かれた。ベストオブスーパージュニア、ジュニアシングル、ジュニアタッグ、コツコツとよ、こっから実績作って上がっていこうと思ったけど、全て崩されたら無視。おめえすげえじゃねえか、こんなよ。俺の土俵だったな。俺は一点集中攻撃をいつもやってきてるけどよ。おめえもこういうのできるんだな。めちゃくちゃ効いたよ、膝攻撃よ。おい、くすぶってんじゃねえよ、おめえもよ。俺らまだまだできるぞ。俺らまだまだできるはずだろ。なあ、諦めねえよ。まだまだ、まだまだ諦めねえよ。諦めたら終わりだからな。ファイブガイズのみんなには、勇気を言ってくれなくて、勝ったぞ。なあ、勝ったよ。5対5、シングルマッチ。5番勝負、この5対5のシングルマッチ、俺がまず先に一勝したよ。この後はどうなるかわからないけど、俺はあの高道の子に勝ったんだよ。なあ、不公平か。なあ、もし不公平なら、JTO のリングでもう一度高道の子とシングルやってもいいぞ。なあ、そっちのホームだったら高道の子応援されるんじゃないか、ひょっとしたら。なあ、俺のスケジュールはこの先どうなってるかわからないけど、もし高道のお前をもう一度やりたいんだったら JTO のリングで用意してくれよ。なあ、代表オファーお待ちしてます。